岸田内閣支持率は1割台。熊本県知事選は大接戦。ポンポンパポンポーン,ン,ン、トグニャン。 まあ、それにしてもね、まあ今日は先ほど、えー、毎日新聞の方で、えー、まあ、毎月の世論調査っていうのが出ててですね、まあそれによると、えー、岸田内閣の支持率は17%で2ヶ月連続、えー、20%割れっていうことでね、まあ1割台と、まあただでも先月よりは3ポイント上昇しているということで、まあ微増していると。 え、これも、あの、先日の時事通信でも、微増して18、18%っていう風になっててですね。まあ、あの、なんていうんですかね、ま、ちょっとやっぱそこを、 が、まあ、ちょっとかえ、あのー、売ったのかなっていうね。うあん。まあ、でも、どっちにしてもこれ1割台っていうのは20%割れで17%、18%っていうのが、まあ、出てると NHK でも20、20%、23とかそんなんじゃなかったよね。ちょっとはっきり覚えてませんけども。ま、あそんなんで、全然これでその、これで解散できるか、 って言ったらね、ま、あそうはね、僕はならないんじゃないのかなと。やっぱ政治と金の問題っていうのも、まあ、まあ、不安要素っていうかね、え、岸田内閣にとっての不安要素っていうのは、明日ですね、え、下村博文さんですかね、安倍派の幹部だったと思うんですけど、 ま、あ言ったま、ああの、森吉郎さんね、安倍派の、ま、あ重鎮というかですね、今もご存命で、ま、安倍派に強い影響力を持っている森吉郎さん、森も、森元首相からですね、ま、切られた。え、と言って、下村博文さんが明日衆院の政林審に出席しはるということで、ま、あ ここで下村さんがですね、まあ、どういうことを言うのかっていうのがすごく、あの、まあ、注目の的になってるっていうことね。まあ、あの、世耕さんとかが、本当にあの、私知りませんでした、みたいなね。まあ、そういう、まあ、誰が聞いても、いや、それほんまかいな、っていうね。いや、どう、 みんな知らんってわけないやん、みたいな、あの、キックバック復活させるっていうね。安倍さんが、え、キックバックをやめようって言ったのに、それは安倍さんが亡くなった、えー、直後にですね、キックバックを復活してると。でこれ誰が言うたんやっていうのを、世耕さんもきちんと、えー、いや、わからないわからないみたいなね。んいや、でも復活してるのおかしいやろっていうとこを、まあ、 下村さんがね、まあ、知ってるのか知らないか知りませんけども、ま、あいろんなことを、まあ、暴露してくれるのに、ま、期待したいかなっていうのも、ま、あそれもあるんでね、まあ、明日の、なんていうんですか、この、政林市には、あの、ちょっと注目かなと思うんですけどもね、うん、まあ、ただでも今日はね、自民党大会もあったということで、まあ、そこでも僕はいろいろおかしいというかね、 あのー、何ていうんですか、こう、えー、なんか岸田さんが、なんか、命がけでなんか頑張るとかですね、なんかようわからんこと言ってたというの,のも、なんかニュースにもなってましたけども、まあ、 あの、何にも期待できひんなと、うん、公明党のね、山口、え夏尾代表もなんか来てはったみたいですけども、まあやっぱり、まあ全然その、なんていうんですかね、これでいいとかですね、そんなことは、あの、言われやろうなっていうね。えー、もうほんま、ほんで、なんか処分をすると。えー、だからやっぱりその、なんていうんですかね、こう、 まあやっぱ安倍派を念頭にというかですね、この政治と金の問題について、えー、岸田さんがですね、まあ処分を、まあ、するという意向なんですかね。まあそういうのがニュースにも出てたんですけども、ただでも岸田派の会計責任者だって、あのー、えー、起訴されたと起、起訴されたんですね、検察にね。 だからそういう意味で言えば、岸田さんがやっぱ自分自らの、その、出所身体というかね、責任というか、けじめを取らないと、これ、どうすんのかなっていうね。で、あの、え、今、え、モテギ幹事長なんですかね。モテギさんはですね、この処分について、あの、みんな一律に同じように処分するわけじゃないということも言ってて、だからそこは、 公平にしないのかっていうね、差をつけるのかっていう、まあ、そういう疑問もですね、まあ、出てくるわけなんですけども、どうしはんのかなっていうね、まあ、それが、まあ、やっぱりこの自民党内でもですね、まあ、どういうふうになるかっていうのも、まあ、揉めるかもしれませんし、えー、やっぱり有権者が、やっぱり一番がやっぱ有権者が納得いくね、処分を岸田さんができるかどうかですよね。 いやそれは僕は難しいんちゃうのかなっていうふうにね、まあ、思うんですけども、まあこの、なんていうんですかね、こう、内閣支持率は、えー、まあ相変わらず1割と。 え、これがまあ明日のね、下村さんによってどうなるのか、と今後の、まあ動きによってですね、どうなっていくのかなっていうのはすごく、まあ気になるんですけども、ただやっぱこれが、あの、単なるやっぱりその、マスコミの世論調査の数字っていうことではなくて、やっぱり今の選挙にも影響出てるんちゃうかっていうのがね、 あの、まあ、今日なんかはですね、あの、共同通信が出してるんですけども、まあ、来週の日曜日ですかね、投開票になる、えー、熊本県知事選の、あの、情勢調査、もう中盤、えー、ま、明日から終盤に差し掛かるかなっていう感じなんですけども、これではですね、やっぱ熊本県知事選は、 あの、熊本県というのは自民党が圧倒的に強い、あの、保守王国とも言われてる中でですね、まあ、ここで、え、自公推薦の木村、えー、隆さんですかね、木村さんと、えー、野党がですね、あのー、自主支援ですかね、支援している高山聖子さんがですね、まあ、激しく競り合うと。これ、激しく競るっていうのは、えー、読売で、で、共同通信でも、まあ、競ると。まあ、同じ表現 ですよ、ね、だから、言うたらまあ5ポイント内の接戦になってるっていう、でこれはあのえ先週の月曜日ですかね、えー、この熊本日日新聞が、ですね、えー、木村さんと高山さんがどっちもリードしてるっていうね、どういうことなんかなと思いますよ、まあ、接戦なんだろうなというふうに僕も言いましたけども、まあまあ、それがやっぱり、あの え、中盤、え、から終盤にかけてですね、やっぱり、あのー、接戦になっていると。で、僕はま、読売新聞でねち、ちょっと興味深いなと思ったのが、やっぱその、無党派層はですね、無 高山生産ね、野党が、あの、自主支援してる、立憲民主党とかがね、自主支援してる高山生産ですね、えー、全熊本市長だったと思うんですけども、この高山生産、無党派層の4割強に浸透してると。で 県民の支持は7割弱と、まあ、いうこ,とでここがね、だから無党派層ではですね、読売新聞では高山さんの方が買ってると言っていいんじゃないのかなと。まあ、ただ、共同通信っていうかね、これ熊本日日新聞、えー、と言っていいと思うんですけど、あのー、まあ、4割で無党派層の支持は、 木村さんと高山さん、それぞれ約4割で拮抗したというふうに、まあ、無党派層でもうちょっとね、その高山さんが頑張ったら、えー、いけるかもしれへんなっていう感じになってきてるかなっていうね。うんでまあ,あの4人 ぐらい出てはるかね、まあ、4人の争いなんですけども、まあ、事実上も自公推薦の木村隆さんと、えー、元熊本市長の野党が自主支援している高山誠さんの、まあ激,しいえー、激しく接っていると、まあ、いうことでね、まあ、ここ本当、あのだからこういう情勢になっているっていうだけでもね、まあ、普通やったらあの自公推薦の候補の方が、あの、まあのま 圧勝してもおかしくないっていうね。ま、ただ今回は、えー、かばしまさんですかね。えー、今の、えー、熊本県知事が、あの、えー、引退すると、えー、次は出ないっていうことで、まあみんな新人同士の争いに,になってるんですけども、まあそれでも自公のこう、推薦する候補がね、圧勝してもおかしくないのに、えー、この高山聖さん、えー、がですね、えー、 もう競り合うとこまで行ってるっていうね、まあ、これがやっぱ僕はね、あのやっぱり知ない内閣の支持率が1割台とかね、まあ、NHK でも2割台とかと、まあ、やっぱその影響っていうのが、もろに出てるのかなっていうのもあの思いますね。う まあまあ、それでなくてもね、まあ、だから去年からいろんな影響っていうのがあってね、やっぱり、えー、群馬県の、えー、これは今年ですかね、群馬県の、 あの、ま、あ保守王国と言われても前橋市長選で、まあ、野党が支援してた、野党が応援してた候補がですね、えー、自民党の現職に大差をつけて買ったとかですね、ま、あそういうのも出てるわけですよね。まあ、東京なんか、ね、立川市長選とかでもね、あの、野党系が買ったりとかして、ま、だからほんまにね、だからもう、すでにもう、影響が出てるから、まあ、あ 今日の自民党大会でも公明党はですね、まあ、すごく厳しいと、えいうふうな、え、なんか、こう、 一番ピンチみたいなことを言ってたんですよね。公明とかどっちか忘れましたけども。まあ、まあ、それで岸田さんもですね、裏金議員に対して厳しく対応するんだと、まあ、いうことを今日の自民党大会で、まあ、言ったんですけども。ただ、まあ、熊本県知事選もそうですし、で、4月はね、来月は4月28日ですかね。三、えー、3つの補選があると。東京15区、島根1 ね、長崎3区と。で、このうち、あの、自民党が候補立ててるのは島根1区だけで、長崎3区と東京15区はまだ決まってないと。まあ、自民党はまだ、あの、長崎3区早く立てたいという,うに言ってるんですけども、まあ、その、勝てる候補出せるのかっていうのってなると難しいといね、島根1区ですらもですね、えー 亀明子さん、野党が、あのー、まあ、支援するか亀明子さんが、えー、リードしてると、まあ、いうね、まあ、情勢だったりとかですね、まあ、東京中国に関しては、候補もまだ自民党は立ててないということで、まあ、それで、えー、岸田さんはですね、なんか、頑張るみたいなこと言ってたみたいですけども、いや、 本当無理があるなっていうかね、やっぱ公明党なんか、岸田さんが辞めた後の、ええー、まあ、総理でですね、解散してほしいみたいなことを言ってるんちゃうかっていうのが、まあ、マスコミなんかも言ってたり、 え、してるんですけども、昨日はね、立憲民主党の枝野さんが、えー、女性を総理大臣ね、上川陽子さん、えー、とか、あるいは小池百合子都知事ですかね、えー、を、まあ、総理に担ぎ上げてですね、解散するんちゃうか、みたいなことを、まあ、公演で言ってはったというニュースも出てましたけども、まあだから、この、ちょっとね、1割台のまま、 ちょっと回復しては言うても、1割台のままの岸田さんではですね、とても戦えないと、選挙をね、戦えないっていうのが、まあ、この熊本県知事選にもまあ出てるかなっていうふうに、まあ、思いましたけどもね。チャンネル登録よろしくね。